の飛び立てセンセーションの北崎渚と湯田あかりです。敬礼直れ。今日は視聴者企画でいただいていた、はい、カラオケで帰ってもらおうっていう企画を撮れるかチャレンジみたいなやつですね。 それを撮ろうと思ってカラオケに行ったんですけど、現実的に考えて100点って無理じゃないですか。無理無理なんですね。で、YouTuber とかがよくやっとるのは、まあ、90点取れるまで帰れませんとか、そういう件やけど、なぎたちはもう今日時間も決めて、うん、この中でできるだけ高い点数をですね、うん、おい、あーちゃん100点満点いけるな。いやいや、無理無理無理。え、どういう感じで取れる、ね、普通にカラオケを楽しむところをお届けするのか、うん、何点まで、何点取ろうって。まあ、一応100点という目標はあるけどまあ無理やけん、まあ、お届けみたいな、うん、まあ、一応100点は目指してるよって感じでいくもの、うん、あ、でもあの音源は流せないのでアカペラやん。そっか。あ、え、聞こえんってこと。そうそれはびっくりだ。そうやん、 YouTube さん、そうし、 YouTuber さんそうしとうやん。悩みますか、はい、とりあえずどっちから行きますか。あーちゃんかな。オッケー。なぎちゃんとカラオケ来るの初めてじゃない。初めてだっけ。うん、初めてか。なぎちゃんと来たことだよね。初めてだよ。でもマジカラオケ久々すぎるし、なんかアカペラやし、あ、とりあえずこっちで採点入れんだね。やっぱこうやってちゃんと受験はしていこう。うん、でもなんか進化したよね。ね、ちゃんと綺麗されてる。皆さん、チャンネル登録と高評価お願いします。もう少しで1000人です。そう、マジもう少し。今日はね、この後ねライブがあるけん、そう、ちょっと喉をちゃんと潰さん程度にいきます。入れました。お、入り分からなくなっちゃうんですね。大丈夫そう。比較大丈夫。おはよう、朝だよ。こえ違うことは本当は最初から分かってきていたはずだったのに、変わってしまうのなら終わりがあるなら初めから何もいらなかったのに、ごめん願いたいからさよなら、涙が染みるから下を向いて歩いていたのに、君が笑いかけるから、こんなに痛いなら知りたくなかったよ、優しさなんてむずっ。リズム音なしやばいですね。疲れついていた君の思い出は思ったように簡単に崩れてしまったから、このままじゃダメなことくらいは分かってた、だけどだけど何一つ変えられなかった。今過ぎた時に何かができるなら、このままの僕に何かが変えられるわけがないのに、ああ、ごめん願いたいのに、さよならがつらい、全然笑ってから染みるのに君を忘れられなくて、こあ、高いのか、さよならをしたから分かって涙が出るんだなかったことたくさんくれた幸せも忘れない
結果発表が来るんじゃないですか。100点とか無謀すぎやろ。でもこれで80にすごくないと。ええ、すごいんじゃないと。サビやん。リズムに合わせる努力はって大人しやけんさ、リズムさえ良ければって話じゃない。あんちゃんのまず1曲目のこちら82点ですね。ねえ、なに60点とかしか取れんそうで絶対やばい。緊張するこれ。何めっちゃなんかライブかよ。歪んだって優しくなれない、そんな時でもちゃんと分かってくれてる人がいる。周りを見渡せばいろんなドラマでもいやニュースだけじゃない。 No 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 no、 え、ずれとるね。たくさんの笑顔がほらこっち向いて、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。ラララララ、これ絶対。ラララララ。頑張るな。ラララララ。街中が光に包まれてく。君のところにも届いてほしい。ね、なんで？輝く。やばいね。輝けるスピンだ。また君を笑わせた。この世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。え、なんで。リズムがむずすぎる。終わりかな。めっちゃむずい。あ、始まる。君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。ねえ、なんだよ。やだ、もうクソンチや。やばすぎ。え、やばくない？67点なんだけど。リズム良かったのおかしいよ。ストレートな歌唱が魅力的で強い意志が感じられます。ちょっと食べたいな、チーズボール。ジェンドミチキンのお昼ご飯食べた。オートミール食べてきた。あ、ね。もし願い事が叶うのなら最初で最後の幸せ信じるの。二人で一つになれた日からたくさんの愛の言葉を探したね。世界で誰よりきっと幸せな気がした。この日々が決して終わらぬようにと、いつまでも変わらぬまま。 I spread your love you with my life。 神様お願い、このまま二人で永遠に響くまで、どこか遠く。
手でやったくない？すごいわ、あっちゃん。やっぱ待ってね、曲入れてないし。てかなんでさ、久々すぎて何歌いようとか覚えてないんですけど。あっちゃん入れていいよ。でなんか YouTube で口バズしたやつを歌います。バズったね。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいかな、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。僕らタイムフライヤー、君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりずっと前に。君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界など夏休みのない8月のよ。君のいない世界など笑うことないサンタのよ。君のいない世界などを。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもういいよ。君は派手なクライヤー、その涙だけど君は拒んだ。こぼれるままの涙を見てわかった。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、僕の心が僕を追い越したんだよ。うま、すげー。こう、え、これめっちゃよくない？おー、そんでない。え、下がったよ。そう、これで無理なら無理なんやけど。すごい。なんか次何入れた？あ、トリセツ入れた。懐かしい。なんかトリセツさん、めっちゃ古いじゃん、うん、なんかずっと歌っとったけん。でもめっちゃ久々。泣いたっけ最初、あ、やばい、最初だけ一緒に歌って。この、どんな歌っけ最初。この時はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取り扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて、でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは二人が
ここなんだっけ。記念日にはおしゃれなディナーを、柄じゃないと言わず、かっこよくエスコートして、広い心と深い愛で全部受け止めてこれからどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って私だから。懐かしい。え、ちょっと点数言いたくない絶対やばいなんでいつもリズムいいとダブって採点厳しいよね。多分ジョイサウンドの方がゆるいじゃん。残酷な天使のように少年よ神話になれ。すげえ。なんで青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでる。そうと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い嫌な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には。遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。すごい。もうやだ、すごすぎるうるさいね。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。すげえ。危なかった。ちょっとすごい。これめっちゃ高得点じゃない？だってほぼ外しちゃうもん。おお、92点、すごい。無音で92はやばい。帰っていいですか無音で92、なんでなんでこんなにできると思う。すごい。どうしよう、そんな終わる。一旦好きに歌う。なあ、ちゃんがうまい声に締めて。はい、ということでですね、92点が出たということなんですけど、まあ、あの企画内容としては100点を取ろうということだったんですけど、はい、ちょっとこの後定期公演もあるので、あの、はい、無理はできないということで90点が出たので、これで100点取ったってことにさせてください。いや、あいちゃんマジですごい。なんで無音でこんなにできるってすごいと思ったし、あの YouTuber の頃もね、うん、こんなできるんやって思いました。私はちょっと無音で歌えるように頑張ります。いや、新鮮でみんな楽しめたと思うよ。ではまた。そうですね、地形をしますか。うん、はい。では今決まっとるライブ情報を、今月7月24日愛媛、25日、はい、名古屋というですね、2日間遠征に行くんですけれども、チケットはチゲットというサイトで販売中で、はい、そして8月の29日日曜日なんですけど、ブーブーランジにて私の20歳のですね、生誕祭を行わせていただきます。20歳はね、記念すぎる。は
はい、あの時間等はまだ現時点では未定なんですけど、まあ、この動画が出る頃に出るかはちょっと分かんないですけど、詳細は Twitter の方で告知されると思うので、ぜひチェックして予定を当ててね、会いに来てくれたら嬉しいです。お願いします。そして、この神仙チャンネルはですね、チャンネル登録者数を1000人というね目標をまず一つ目の目標として掲げとって、もう本当にあと少し1000人を目前としている状態です。皆さんまだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録の方お願いします。お願いします。ああとこちらです。そして神仙の MV ですね、ミュージックビデオがこの神仙チャンネルにて公開中なんですけれども、はい、再生リストの方に3本まとめてあるので、それでね見てください。お願いします。サブスク、うん、サブスクの方で青春と Just Where You Are とアルバムの This Is のアルバムが配信されているので、ぜひそちらもダウンロードしてたくさん聴いてください。お願いします。そしてですね、最後に下の概要欄にはいっぱいリンクが貼ってあるんですけど、その中の通販を見てもらうと、T シャツや春夏用パーカー、他にもタオルとか、あとですね、あの通販にてその24日25日のライブでのリクエストチェキの方も受け付けているので、ぜひ通販の方もチェックしてください。お願いします。お願いします。では見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。以上、神風センセーションの塚崎の渚と池田あかりでした。いけーれー、直れ、バイバーイ、ありがとう、サンキュー。